喋ってよ。喋ってた。でも声聞こえなかったよね。喋ってた。ショールーム。今さっき言わずに。今さっき言わずに。え、確かに。え、てか、そうだよね。今さっきだよね。絶対。だってゼロだったもん、さっき。そうだ。そうだよね。ごめんね。のんけにお弁当取りに来た。すごいハロウィン仕様になってんだね。うん、ごめんね、邪魔して。大丈夫です。バイバイ。かわいい。バイバイ。バイバイ、皆さん。応援してあげてね。ゆいのはこれで帰ります。もう終わりです。10分待ってない。かわいい。お弁当選んでくる。食べちゃう。ありがとうございます。じゃあ、こうした方がいいかな。よし、何だっけ、こうも、ありがとうございます。ねえ、今日は今日は質問コーナー質問コーナーをしたいと思います。高さが合わない。ずっと待つ。まあ、行きましょう。はい、はい、そうですね。一回これで。はい、今から質問コーナーを、はい、質問募集中です。募集中です。はい、なんかある人はコメントで、アハドネオンライン司会ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明るくなりたい。これ、あの、ちょ、明るくしな。え、なんか映る、あれじゃない。ねえ、ほら。え？じゃあ、二人に質問。うん、なんかね、ある人は、ぜひコメントで。お願いします。お願いします。質問来るかな？二人は仲がいいですか？え？どうだろう？どうだろうね。ちょっと裏では、ちょっと、はいはい。うん、なんか来てる。え、待って。でさ、あの、あ、でさ、しゅ、あの、ツイッターで三十分三十。大学の部屋さん、好きなお菓子なんですか？だって。チョコです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 。ハロウィンの仮装で一番好きな仮装は何ですか？え？ハロウィン一番好きな仮装？バナナ。バナナ。バナナ。着ぐるみみたいな。え？ゆいなに直してほしい。ゆいなに直してほしいところは、何？え、ある？ないですね。二人とも好きな色はピンク。濃いピンクです。同じですね。ちょっと真似しないでもらって。お菓子もらいましたか？もらいました。あ、そう、さっきね、これね、ゆいのにね、はい、ありました。クマのグミをもらいました。ちょっと待ってくださいね。安蔵さんと現場か父さん来てくれてありがとうございます。その格好は何ですか？この格好？なんだろう。マジシャン。確かにマジシャンっぽい。確かにマジシャンです。ちょっと待って。ハロウィンの思い出は？
あるの？まだない。覚えてないですね。そう、色違い。そう、色違い。ね、はい。よいしょ。マジシャン姉妹だって。マジシャン姉妹。姉妹だ。犬と猫どっちが好きですか？迷う。犬が好きです。猫が好きです。でも暑い。もうなんか暑くなってきた、うん、昼ご飯何食べた？昼ご飯はスープを食べました。春雨を食べました。美味しかった。美味しかった。めっちゃくちゃ美味しかったです。ひろたんさん、くもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マジックできるのって。マジック、あ、できます。え、私できるよ。ちょっと待って、一回これいきます。ちょっと待って、1です。はい。2です。え、はい、一応できるよ。1です。はい。2です。もうすごい。3です。増えていくやん。何か分かんないと思いますね。すごい。大卒の飛行機の中でおもちゃもらえたりしたのかな。うちはもらったけど、もらってないんですよ。でも、まあ、もう子供じゃなくなってる。ひよたさん、あとねえ、コウモリ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんて読むやろ。あいたか、あいたかさん、あいたかさんだな。あいたかさん、コウモリ、ありがとうございます。あいたかさん、あいたかさん、すごっ。みなさん、こんばんは。こんばんは、こんにちは。なんか色が違うね、こっちとこっち。うん、山形かかしさん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ゆうきは魔法さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ルドンかぼちゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。マリちゃん来てくれてありがとうございます。ハンちゃん、マリちゃん、レインボースター、ありがとうございます。ありがとうございます。そのさん、会いましたよ。あった、あった、ね、ゆいなの画面の方が白そう。え、なんかゆうでみたいな。ちょっと待って、なんかえ、けどこれでもさ、なんかすごいね。すごい。よし、コウモリ、ありがとうございます。タカさん、コウモリ、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆいちゃかちゃん、ゆいちゃかちゃん、ちょっともらったよ。もらった。でも私、ゆいなのよ。あ、ゆいなのよ、ハナのように。じゃあ、ゆいちゃかちゃんにします。なこいさん、コウモリ、ありがとうございます。ありがとうございます。白髪小僧さん、コウモリ、ありがとうございます。もし魔法が使えたら、どんな魔法を使いますか？宿題がなくなってなるの。あ、宿題がすぐ答えが浮き出てくる魔法ですかね。いいな。バグティージャーのやつ、声聞こえるらしい。雲を食べるそうです。なんか商品紹介、こんなんです。こんなんです。デールコウモリ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい。何味です？うん、何味だそれ。オレンジ。オレンジ。美味しいそうです。よかった。
みんな質問ください。そう、質問コーナーをしてます。なんか香水の味する。香水の味食べたことないの？ないけど、なんか入浴剤みたいな。好きなおでんの具を教えてって。ゆで卵。大根。あるじゃん。あるある。そうね、おでんの大根だったら食べれる。はんちゃんの、はんちゃんの好きなとこ。あ、何ですか？じゃあ、面白いところが好きです。ありがとうございます。なんかオーディションの時より、なんかオーディションの時はめっちゃ静かそうだなって思ったらめっちゃ元気でした。面白いよねって。好きな靴下のデザインは？初めて聞いた。好きな、なんかある？靴下のデザイン、無地です。無地？好きなカレーの具を教えてくださいって。じゃがいも。お肉。うわ、ちょっと合わないですね。はんちゃんの地元大分県に来たことある？ありますよ。え、何？あるあるある。え、やばい、知らなかったんですか？靴のサイズは21です。ちっちゃいね。うわ、何ですか？ 23.5 です。ええ、でかっ、でかっ。って言わないでもらって。一番正しいロッキーは。面白い担当がもうハンちゃん増えたから。一人なんか柏優奈ちゃんとここペかなと思ったけど、ハンちゃんが入ってきた。中学生2人見てると中身が思い出す。本当？イエーイ。イエーイ。大分県の好きなところだって。何ですか？大分県。なんか楽しい。どこも楽しい。足が大きいと将来背が伸びるよ。じゃあ伸びないね。いや伸びますよ。ヨナヒさん、コウモリありがとうございます。ありがとうございます。何のケーキが好きって。チーズタルトケーキ。ごめんなさい。チャンピオンさん来てくれてありがとうございます。キスしませんか？ハーモニーランドに遊びにおいでって。行ったことあるわ、ハーモニーランド。私もあるよ。もうなんか週何回も行ってた。やばいやばい、すごい。月に何回も行ってた。旅行に行くならどこに行きたい？沖縄か北海道か東京か大阪に行きたいです。私京都行きたいです。合わないね。これね。お父さんとお母さんお背は高いですか？だからね、167とか。分かんない。平均なのかな。平均なのかな。あー、高い方か分かんないです。来週福岡に行くんだけど、福岡のおすすめのところ教えてくださいって。そこハンちゃんのやつでコメントする。ハンちゃん大分県です。で大分県なんです。福岡のおすすめところある？ラーメン。ラーメンのね、天神のところらへんにね、ラーメンがとか屋台があるので、そうですね、行ってみてください。お願いします。
HKT 劇場でしょ。そうだね、ほんとだ。虫のリンクぜひ飲んでください。お願いします。目に真珠の涙。なんかさ、これさ、このさ、フィルターにすると何かわかんないよね。これ、ボッペがつけてもらいました。彼女が欲しいです、どうすれば。はい、どうすればいいですか。マッチングアプリですかね、やっぱり。ソニックはよく乗りますか。新幹線だって。そんなに新幹線乗りませんね。占いは信じますか。え、占い、まあ信じます。じゃあ信じませんよ。だって人が占ったやつなんてわかんないじゃん、本当か。リアルです、リアル。リアルに、すいません、ゆいなちゃんを僕にくれませんかって。あ、すいません、ちょっと私の配信なんで。身長は何センチですか。何センチ。150は低い。低いね。135だから。あ、ちょっとね、ダメです。ごめんなさい。これ見て、これでも高いから。高いと思う。132でしょ。公式だよね。けど涙から。涙だから。来年になるまで帰れないから。いや、怖い話は好き。大好きです。大嫌いです。トイレ行けなくなるよ。私寝れなくなる。マジで。けど布団に入ったら勝ちだよね。布団で守ってくれる。二人でお出かけする。いや、したことない。あれあれ、ちょっと、今度行く予定です。はい、行く予定。好きなフルーツは何ですか。いちごです。バナナです。意外、でもキウイとかかと思った。バナナです。はい、はい。ナミさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。4時半までやります。はい。うちの娘162、違う、小4の時。やば、負けちゃってるね。負けちゃってるね。めっちゃ負けてるじゃん。162ある。私言い忘れて170cm でした。え、マジで。はい。え、けどうちより低いよ。185cm。 仲良いのはビジネス。ちょっとビジネス。はい、はい、裏ではちょっと、はい、いろいろとあります。マックで一番好きなバーガーはって。え、バーガーそんなに食べない。ナゲットしか食べない。ナゲット派。マジで私ポテト派なんだけど。ポテトと投げたの。ポテ投げ。ポテ投げ。バナナはゆなゆなが好きなイメージ。そうなの。わかんない。できる。大君、コウモリありがとうございます。ありがとうございます。早送りカレンダー、そう、早送りカレンダー流れてます。ずっと長いぞ。カレーは甘口派だって。私は甘口でも中辛でも大丈夫です。甘口と中辛を混ぜる。すごいね。なんかすごい。え、なにこれ、なんだ、すごい。わさびさん、ありがとうございます。500円拾ったらどうする。へえ。ガチャガチャする。ガチャガチャに見ついてる。そんなにガチャガチャ好き。うん、ガチャガチャ全然見つからないんだけど。カレーとカレーンレン、どっちが好き。カレーです。私カレーンレンですね。ちょっと向こうにね、カレーンレンがいたので、カレーンレンにしときます。カレーンレンです。
この前コップとあのマックに行ってお手投げ買ったんですけど、うん、なんかあの特大切るっしょとか言ってお手投げの特大を頼んでしまって、そしたらあの本当に弱くてポテトの M が2個とナゲットのあの15ピースが2個来て食べれなかった。やば。コッペが全部食べてくれた。やば。ねえ、ジェットコースター乗れる？乗れますよ。え？ジェットコースター乗れる？え？え？なんかえ？なんかマジマジ。あ、乗れます。お、乗れるそうです。大金と言ったら二人にとっていくらだと思う？え？100万円。よくあるね、100万円。100万円でーす。あ、同じだ。一緒ですね。相性は合うね、やっぱり。これアイカっていうの？アイカ。アイカ、アイカ。アイカさん来てくれてありがとうございます。読み方は、ハンナって言います。はい、ユイナです。わかるね。言われてない。今石が流れてますね。石？石。石？石じゃなくて石ですね。石ですね。今一番欲しいものは何ですか？え？でも今もうベッドが欲しい。今すぐここでドバーンっていきたい。マカリナコンサートの時、夜は一人で寝られた。寝たよね。ずっとね、寝られなかったの。テンションやばかった。本当にやばかった。ここ、いや、一番ココッペがやばくない？ココッペ、大ボス、暴走してたの。暴走。本当にやばかった、あれは。RK、なんだっけ、かぼちゃありがとうございます。ベビーちゃん、ブロッコリー食べ終わったよ。さっき見てて。見てた、見てた。じゃあお化け屋敷、お化け屋敷全然行かない。無理無理。これはね、あきさんからね、うん、そうみんなにね、もらいましたよ。野菜炒めさん来てくれてありがとうございます。一番難しい楽曲はって大人列車も石も難しいしちょっとイントネーションが、メイクノイズ、あ、一番むずいねもうあれ踊れって言ったらもう無理無理、ここしかわかんない。無理無理無理。石石。あきちゃんの好きなところは、うん、写真が、あ、上手撮るのか。歌うまい。あ、歌うまいね。ビスコは赤ちゃん用か。おいしそう。石です。レサルティさん。顔やりとうございます。ありがとうございます。バンジージャンプに興味ある。え、やってみたいよね。やってみたい。なんかまずは小さいところでやって、うん、その後どん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 高くなっていってやつやりたい。確かに縄ついてるから。あ、確かに。あ、劇場の上にさ、あるよね。あるある。バンジーじゃないけど、あれなんかヒューン、あるある。あと滑り台もあるしさ、ボルタリングもあるよ。え、そうなの？あるある。わかんない、知らなかった。あるよ。誰かが通りかかったらゲストに呼んで。お、あんまり来ないよね。来ないです。誰か来てください。イエーイ。名前キリプス YouTube で見て裏話やったら忘れてます。裏話あ、衣装場が隣で、あの2人とも衣装さんにめっちゃ流されてるやばいやばい。ペアだったよ。ペアすごい隣だよね。ナイさん、こんばんは。ありがとうございます。 USJ と夢の国どっちが好き？いいけど、どっちともいいよね。夢の国ってです。
ちょっと NG です。いいけど、どっちも好きです、うん。どっちも今行きたい。今日いぶき先輩に会えた。会いました。ハッピーハロウィン会いました。うん、そう、美味しかったです。美味しかったです。昼のセリフは4人で考えて、いや、ちょっと、はい、あの考えてくれました。考えてくれました。はい。ピンクカメさん、コウムレ、ありがとうございます。ありがとうございます。ハッピーハロウィン、大丈夫。トリックアトリート。トリックアトリート。グミくれました。どうした？前に。ハーモニーランドと夢の国どちらが好きか。夢の国かな。夢の国かな、やっぱり。やば。福岡のゼロさん。猫、ありがとうございます。ありがとうございます。気づきました。これね、帽子色違いなんですよ。ウィー。なんかオレンジに見える。オレンジじゃなくて、ほんと赤です。赤ですね。がっつり赤です。やばい、待って。画面に収まらない。帰るこっちに。ちょっと待って。はい。よいしょ。ごめんなさい。ごめんなさい。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、あれって比較だったよ、これ。え？北海道と沖縄ならどっちに行きたい？けど沖縄はさ近くてさ、うん、行けるから。あ、ね、北海道に行きたいかも。ね、行ったことない。キツネいるよね。北海道。あ、そうかそうか。コンコン。ルルルル。ルルルル。ルルルル。カイザーさん来てくれてありがとうございます。同い年行ってきたよ。同い年に見えるんだってやっぱり。え？マジで？ほら。高根さん、かぼちゃありがとうございます。キタキツネいるよ。キタキツネ。たつさん来てくれてありがとうございます。なんか聞いたことあるよ。キツネってなんか近づいたらダメとかなんか。そうなの？そう。聞いたことある。ナッピさん、そう。ルル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 。キツネじゃなくてウンジョさん来るかもしれない。夕ご飯でケバブ風チキンバーガーとか、いいな。ちょっと今お腹空いてる。今日さっき食べたけどね。フルーツ今前にありますけど、あ、うわ、ちょっともらいますか。じゃあもらちますか。もらちますか。え、じゃあここに同時に映っとくよ。あ、じゃあ私が映っとく。え？どうぞ。誰か来たよ。あ、違う。メンバーだよね。うん。クリスマスプレゼントに欲しいものは何？あ、そうえ、めっちゃいい、行きたい。サンヒクに踊れる。贅沢デート、贅沢。金ちゃんさん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお金もね、6世が払わないといけないんですよ。あ、私けど全員1万円出したら18万円。すごいね。めっちゃいいやん。いや、やっぱ踊れるんだ。
今適当に言った人生で一番頑張った瞬間っていつですか？合宿、合宿本当アイチーさんアイリーさん映ってもらったのに何してんの？ショールームしてますやばい、異様な空間すぎるよねアイリーがここに入ったらこんにちは。やばえ、かわいいところに入っちゃって大丈夫かな急にめちゃめちゃ年のおばさん来たみたいなえ、かわいい。はんちゃんとかにもいや、いいのかなこの小学生の配信に大事って喋れてる？喋れてんだ。ねえゆいなちゃん喋ってる時全然見たことないよね。喋ってる。本当？内心はいけるんだ。内心ちゃんと喋れてる。何？みんなどんな感じ？ファンの方のコメントが気になる。気をつけるんだよ。はい、変なコメント読んじゃダメだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日来たら来てくださったってことで、はい、エミリーの家、エミリーと同居したい。あ、そうだね、高田さんが卒業したいから同居人を探してるそうです。じゃあ私行きます。お、どうぞどうぞ。6期生ハウス始まった。そう、始まりました。ドットオートチャンネルに。え、あれ本当に私あそこで住める？住むか。いや、それやったかな信じちゃうね。本当に、ちょっと待ってもいいですか？今、非常にお腹が減ってます。エミリー、おー終わっちゃいました、ごめんなさい。すいません、ピースごめんなさい。エミリーは上級コースか上級コースコース選べるってなって貞子の映画見たい。そう、貞子デラックスみたいな。貞子のなんか2みたいなのが出たらしいんです。やば、行きたい、行きたい、見てみたい。無理無理。あ、私はアバターや変な、うん、今のね、アバターね、伊原ハンナなんですよ。私飯松ゆうのアバター自分がちょっとサダコデラックス面白いらしい。サダコデラックスだっけ、わかんない。よう落ちますねえ、せんべい？せんべい、おにぎりせんべいみたい。2人のコミ名はゆいはんなのかな。ゆいはん、ゆいはん、他のところにもねマツコデラックスみたいな。なんかめんなさい、なんかゆいちゃんは思った。面白いらしいよって。面白そうです。スピアさん来てくれてありがとうございます。ここって楽屋なの？いや、楽屋じゃないです。はい、音楽が流れてると言ったらあそこですね。はい、あ、正解です。ゆいはんさん、 DKB のね、ゆいはんさんがいるって知って、マツコデラックスより面白い。そうですね。すごい。怖くないらしい。怖くないって。サドコで怖くないのはない。アイチーデラックスにゲスト。ゆいちゃん、ハンちゃんの配信にタワー投げて。いや、私も来たんだ。やばい。すごい、すごい願いが。
劇場のロビーですよね。正解だ。あ、正解ですね。ここペデラックスは帰っちゃいました。そう、帰っちゃった。朝の部だからね。お互いのおしドリンク飲んだ。いや、飲んでない。うん、うん、上さんが来ました。そうですね。ルールルにはね、ルールル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 そんなわかんない。呼んでほしいな。え、呼んでいいかわかんない。わかんねえ。みんなルル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 ビビってんじゃねえ。お疲れ様です。お疲れ様です。ゲストはナッピさんですって、ちょっと言いづらいのちょっと恥ずかしい。ちょっと、うん、怖くはないです。怖くはないけど、なんかいいのかなみたいな感じでした。君の子踊れるの踊れましたね。まあ、仮のね、アンコールでやりました。君どこ流れてる？アンコールじゃない、アンコールじゃない、アンコール。え、うん、さ、うん、はい。アンコールの前の曲や。え、え、ど、え、アンコールだよね。一番最後。ん？ん？アンコール、アンコールは最後は最高かよだよ。あ、だからアンコールの前の曲だ。あ、そうかそうか。まあ、いろんな先輩が来てくれるからということで。はい。手いらないで。ね、えぐちこかんちゃんとか来ないかな。え、ほんと来ないかな。でも今来たらそのネタバレになっちゃう。確かに。あ、そっかそっか。すごい。サクさん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今推しドリンクが飲みたいです。ほんと、なんでもいいから飲みたい。ペット飼ってますかって。飼ってないです。モモが飼ってる。モモがとハリズム飼ってる。え、今度持ってきてね、劇場に。ヘブリ刺すよ。ハリネズミの。ハリネズミの刺す。ハンちゃん、クモ飼ってる。飼ってない。そうなの。クモ飼ってない。え、初めて知った。オンラインは以前よりも話せるようになったって。うーん、めちゃ話せるようになった。めちゃちょ緊張しすぎて。もう、あ、こんにちは。最初の言葉はおはようございます。あ、確かに。コテチさん、コウモリありがとうございます。コテちゃんもありがとうございます。こっちにも映らないけど。
14分このままずっとやってそう。俺は時間に気づかずに。ちょっと壊しちゃうよ。カメラ2個。緊張感エグいぞ。これオンラインでたくさん話してます。話せました。ルッツ見た。あ、本当に。ルッツ。ルッツ見てきます。ちょっと待ってください。じゃあ両方に移っときます。どうしましたか？めっちゃ美味しそうなのあります。イグイちょっと行ってきていいですか？私行ってきます。イエイ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 。ハデチーさん、カボチャありがとうございます。あった？おお、おお、おお、すごい。けどさっき食べたんや。うち食べた。私も食べた。でもなんかオレンジのさ、まあ、あのメロン、あった。え、あった。あれがね、ずっと食べたいんだ。さあ、じゃあフルーツ取ってくれば、うん、あの、なんか、うん、髪粉、コップがないよ。コップの中にどこまで取りに行くの？いや、すごい。え、どうして？全部全部食べちゃえ。全部食べちゃえ。すごい、いっぱいこぼれて。今日の衣装、傘は2人で組めた。なんかね、似てるのがあるね。そう、もともと持ってた。そう、こっちが。一応なんかそう、貞子だと思ったの。いや、貞子ね、ちょっと、いや、もうちょっと髪を伸ばしてからやりたいです。二十何秒か。見えた。よいしょ。はい、じゃあ、いきます。何が欲しい？メロンです。メロン。オッケー。いろんなの。よいしょ。めっちゃ走って紙コップ取りに行ってきましたね。こんにちは。こんにちは。ハンナデラックスやめてもらった。ハンナデラックス。さん、アイスありがとうございます。こんにちは。え、まだ名前は、ね、わかんない。来てくれてありがとうございます。好きなパンの種類は食パンです。今ね、目の前で一生懸命フルーツを取ってます。面白い光景。ただいまです。ただいま戻りました。特大のメロンを取ってきました。
どうやって食べる？決めるの？シェで食べていいっけ？いいよ。え、皮食べるの？皮食べないの？皮は食べない。ねえ、どうやって食べれるかな？わかんない。しか食べれない。食べたい。美味しいです。ほぼか、ほぼか。全然食べれない。そう、メロン。ワインのメロンはって。あ、ないですね。ないですね。おいしい。おいしいです。うらやましい人、手あげて。はい。いいよ。一緒に食べよう。いらないね。そういうわけで言ったわけじゃない。いや、特大メロン二人で食べれないって。一口で。無理無理。はい、はい、みんな手あげてる。ほら、はい、手あげて、はい、これ食べる？じゃあ、新しいメロン。じゃいいよ。これ食べてないから。やばいやばい。よし、いいよ。いただきます。メロンしか見えない。いいよ、あげます。あげない。早早すぎでしょ。いいよ、あげる。あげない。早。あ、もう、おいしい。顔にかかった。大丈夫？みかるんが？美味しい。美味しい。よかった。ドリアン食べてみて。ドリアンって何？ドリアじゃない。うん？わかんない。悔しいから、ウーバーでケーキ頼んじゃおうかな。じゃあ、スタッフさんが払ってくれましたね。これ食べれる？食べれないですよ。え、ね、特大メロンさん食べて。特大メロン。食べれないよ。世界一臭いフルーツだって。ドリアン。そうなん？ドリアン。ユリアン。レトリーバー。何を食べた？何でしょう。キウイだ。え？え？あ、みかんだ。うん、え？メロンジュース。メロンなの？うん、ちょっとメロン食べて。うん、おいしい。え、ドリアンあるの？ない。ビビアンはどんなフルーツ？ビビアンは
ちゃんのとこ白いってね、白いよね、なんか白くない、なんか光が、あ、これ多分そうだよ、こっち側の方が当たってるからこっち暗いんだけど美味しいですか。美味しいけどメロンが食べ終わらないドライフルーツとかあるけど知ってる、知ってる、あの YouTube とか、ドライ、ドライフルーツ、ドライフルーツ、右左どっちあるね、あるじゃん、マキさんがあるね、プレスしていきますよくそら弟見てますね妹はんちゃんの弟思わない地球グミの紹介動画を撮ってて今からこれ何を食べるんですか。そうそう、地球グミです。開きます。うん、あ、お父さん誰か先輩取らないね、取らないよね、今女役しか中だからかな、誰か来て、けどもうすぐで終わっちゃうんですよ、26ちょっとやばい男女読みする、確かに一回する、じゃあどっちからはい、13位、はい、お文字の方ありがとうございますほら、あ、12位、イブキックさんありがとうございます。11位、ミナルさんありがとうございます。ユネーナーとユネーナー帰りました。10位、ノブヒデさんありがとうございます。ありがとうございます。9位、ショウちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。8位、ダルマインコさんありがとうございます。ありがとうございます。7位、フレアさんありがとうございます。6位、ブタバラパラダイスさんありがとうございます。5位、ゼロさんありがとうございます。4位、カズデスさんありがとうございます。そして第3位はぐる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 なんとかナミさんです、ありがとうございます。そして第2位はぐる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 とかひよたんさんです、ありがとうございます。そして第1位はぐる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 ドカン、わさびさんです。イエイイエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。次どうぞ。はい、こっち見ます。あ、OK、 はい、13位、福岡のゼロさんありがとうございます。ありがとうございます。2位、こてっちゃんありがとうございます。てっちゃん11位、へたれさんありがとうございます。10位、マナフィさんありがとうございます。9位、レサルトさんありがとうございます。8位、ピンクカメオさんありがとうございます。ないや、あ、7位大会ありがとうございます。6位、ブラッドダイちゃんありがとうございます。5位、ヨッシーありがとうございます。4位、アルキありがとうございます。3位、デュエルありがとうございます。2位、ヒロタンさんありがとうございます。そして1位は半熟ちゃん。ちょっとこの森はぐるぐるはないですね。そして1位は半熟ちゃん、半熟ちゃん、ポテチーさん。ちょっともう一回行こう。そして第1位は半熟ちゃん、ポテチーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。面白い、半熟ちゃん、ありがとうございます。この流れはさ、ぐる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 かと思った半熟ちゃん、新しい、初めて聞いた。ありがとうございました。楽しかった、めっちゃ笑った、ね、面白いですめっちゃ笑った、面白い、はい、あ、最後にスクショタイム、あ、そうだった、じゃあこっちで、はい、まず撮ります。何のポーズする、ゆいはんポーズ、ゆい、ゆいなポーズ、ゆいなだよポーズにする、ゆいなだよ、ゆいなだよ、なんでさ、こっちの配信じゃなくてこっハンチカちゃんの、ハンナ、ハンナポーズ、ハンナポーズないですね、あるハンチカちゃん、ハンチカちゃん、同じ。はい、大丈夫です。
はい、あ、じゃあこちらの方。はい、じゃあいいなだよポーズでお願いします。はい、ありがとうございました。アニさん、ありがとうございました。おでんさん、ありがとうございます。はい、ちょうど30分。じゃあ先にこっちの配信から終わります。はい、2656人の方来てくれてありがとうございました。5、4、3、2、1、またね。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。